SPZ-11 から2装甲偵察車、クルツ11から2クルツは、1950年代に開発され、西ドイツで運用された、不評戦闘車、装甲偵察車である。同時期に開発された SPZ-12 から3ラングに対し、クルツ車体であるため、この名で呼ばれる。原型車両は、フランスのチキス社のフランス陸軍向け施車両、 TT6 であり、1958年から1962年の間に軽装甲型2374両が上達された。うち1600両余りがマギルスドイツ社でライセンス生産された。不評戦闘車型のタイプ11から2型の武装は、砲塔のイスパノスイザー車製の86口径 20mm 機関砲 HS820 である。 ペリスコープを備え、500発の弾薬を備えていた。800から1000発、分の発射速度を持ち、通常の光線距離は400から1200メートル、最大射程は7500メートルであった。砲塔の旋回は手動で行われ、素動と微動の2段変速であった。また、隠蔽用の発煙弾発射機を3機備えている。乗員は砲塔に、社長、 車体全部に操縦手、後部に無線手、操縦手2名の計5名で、車長及び操縦手にはペリスコープ、操縦手には 50mm 防弾ガラスの視察口が設けられていた。330リットルのタンクを備え行動距離は 400km 近くに達した。調合能力は1.5メートル、超包み能力は0.6メートルで60%の 傾斜を途半できた。また0.7メートルまでの渡火能力を有している。クルツ走行偵察車は1974年まで機械化不評大隊の砲兵小隊に配備され、走行偵察車としては1982年まで配備されていた。クルツ走行偵察車は偵察任務に用いるには騒音の大きい車両であった。また、 spz-12 から3ラングと同じく速度が遅く、特に更新速度は 6kmh と徒歩よりは速い程度であった。また前方の駆動輪の車軸は脆く、悪路では破損した。武装の 20mm 機関砲は砲塔に左に変身して搭載されていたため、旋回を素動に設定したままでは射撃時に人力では 保持できないほど左へ逸れていく傾向があった。また、弾薬の交換は、砲塔のスペースが限られ、弾薬体自体が重いため難しく、専用ツールも必要とされた。即居技は搭載していないため、距離の測定は推測によった。陶器には操縦手のみが弱々しい暖房の恩恵を受け、残りの人員は数日にわたる任務の中を凍えながら過ごした。 もう一つの欠点は貧弱な幻想系であり、バッテリーセパレーターを使用し、十分な電圧のある時のみ無線が使用できた。クルツ走行偵察者の偵察任務は、ルクス装輪走行車によって置き換えられた。運用は、西ドイツ軍に限られた。ありがとうございます。